1969年の太陽ホエールズでは、1969年の太陽ホエールズの動向をまとめる。この年の太陽ホエールズは、ベッドをオる監督の2年目のシーズンである。チームは5月に巨人と同率ながら、阪神に次ぐ2位とまずまずの滑り出しだったが、巨人が独走した6月以降は、ゲーム差が開き、7月以降は、中日や、 アトムズと3位争いを展開。9月終了時点で2位の阪神に0.5ゲーム差と接近するが終盤は一進一退の試合が続いて波に乗れず巨人の5連覇を許した。それでもシーズン勝ち越しは果たせなかったが、三原治監督時代の1964年に以来5年ぶりの A クラスとなった。チームは優勝の巨人に11勝13敗2分と、 検討し、2位阪神には14勝12敗と勝ち越した、ものの、5位のアトムズには9勝16敗1分と、相性が悪く5割超えはならなかった。投手陣では3年目の平松正治と、山下律夫が2桁勝利を挙げ、高橋茂之、森中地下良などもローテーションを守って、チーム防御率リーグ3位の3.19を記録した。打撃陣では番の松原誠が奮闘し、 近藤和彦、江尻亮などもそれなりの成績を残して、チーム本塁打125本は、リーグ4位と検討した。この年後に12球団勝利を達成する野村治が入団するが、シーズン終盤の一試合当番にとどまった。ありがとうございます。